海の上の辛坊さん、日本の皆さん、こんにちは。画家の三浦あんこです。さまざまな意見が飛び交う中、いよいよ東京オリンピックが開催され、いろんな意味で歴史に残る大会だと話題になっていますね。フランスでも連日報道はされていますが、肌感覚的には先日のサッカーヨーロッパ大会の狂喜乱舞の後なので、どこかおとなしく感じます。さて、今回もいつものようにパリっ子気分でのんびりお散歩していきましょう。 Vous êtes prêts? On y va!パリ12区にあるアリーグル広場にやってきました。気持ちよいお天気のもと、のみの市がにぎわっていますね。ここマルシェ・ダ・リーグルは、数あるパリのマルシェの中でも珍しく、屋内外に生鮮食品の市場があり、ブロカントと呼ばれるのみの市も常設しているところなんです。そしてなんとここは月曜日以外は毎日やっているんですよ。パリっ子気分で通いながら、地元の人たちと仲良くなるのも思い出深い旅の1ページになるかもしれません。市場のあちこちから威勢のいい掛け声が聞こえます。アリーグルはパリのマルシェの中でも庶民的で、遠くからわざわざ来る人たちもいるほどなんですよ。年々無農薬のみを取り扱うビオのお店も増えました。チーズやハム、トマトとバゲットを買って、それから飲みの市でアンティークのフォークなんかを見つけたら、そのまま近くの公園でピクニックなんていうのも、お天気の日に計画したいパリでの過ごし方かもしれません。それでは今回も画家のアトリエにお邪魔していきましょう。今日は美味しいものが大好きな、あの長靴の形をした国から来たアーティスト、リノを訪れていただきたいと思います。アロンジー。ああ、チャオリノ。チャンコ。Hello, bonjour. Ça va? Bien, oui, oui, ça va très bien.Est-ce que je peux présenter ton atelier au Japon? Oui, avec plaisir. Merci. Bonjour, Japon. 母国イタリアでアートの先生もしているリノですが、学生たちに負けず劣らず、彼自身も常に探求心を持ってさまざまな技法に挑戦し、新たな作品を作り続けています。最近は女性というミステリアスな存在をモチーフにした作品を改めて追求しているそうです。すごく繊細な作品たちばかりですね。あなたの作品のコンセプトを教えてください。Le concept de mon travail, c'est le focus, comment dire, c'est le concept de changement et de métamorphose.Et donc, chaque tableau que j'ai fait, il s'agit de métamorphose, quelque chose en train de changer, parce que chaque seconde de la vie change. Et donc, j'utilise beaucoup le siècle, parce que c'est un symbole de dynamisme, de mouvement, et d'équilibre, et aussi d'harmonie.Et donc, voilà, ça m'aide beaucoup, le concept circulaire, de faire des séries différentes entre eux. Et moi, je retourne comme un cercle, je retourne tout le temps, en changeant pendant que j'arrive à des autres idées. それでは日本に一言お願いします。Bonjour Monsieur Shimbo-san et bonjour Japon. Et je suis heureux de pouvoir vous montrer mon travail, mes œuvres. Et parce que moi je suis très lié au Japon. J'ai beaucoup aimé, j'ai eu la chance de faire une expo à Tokyo et une à Kyoto.
et c'était magnifique, une expérience formidable. Et j'ai beaucoup apprécié la culture japonaise, la cuisine, bien sûr, parce que moi je suis italien, et donc on aime beaucoup manger bien mangé. Le Japon, aussi la nourriture, c'est magnifique, la culture, l'esthétique, et aussi mon travail, c'est très lié à la culture japonaise, surtout le fait que j'utilise beaucoup l'aquarelle. L'aquarelle, il est, comment dire, il est très lié à l'Orient, et donc voilà, moi j'aime tout ce qui est oriental, surtout japonais. Au revoir.7月31日、穏やかな週末の午後に似合わない物々しい警察たちのグループに遭遇しました。フランスでは毎週土曜日にストライキが行われることが多く、メトロやバスの運行の変更や道路の通行止めなどに気をつけなければなりません。この日私がいたエリアは先週に引き続きワクチン義務反対のストライキが行われていました。厳密にはフランスはまだ義務化してはいないのですが、ワクチン接種もしくは陰性証明書がないと大型商業施設や美術館や映画館、カフェ、レストラン、コンサートなど娯楽施設への訪問もできなくなり、加えて9月の新学期からは陽性者が発覚した学級の生徒の登校なども制限されるということで、自由を制限されることを案じた国民たちが連日声を上げています。ワクチン接種に関しては他の国同様激しく賛否両論がありますが、受ける人、受けない人、それぞれがそれぞれの異なる理由があり、日々議論の中心となっています。今回も最後までご視聴していただき本当にありがとうございました。画家の情報は概要欄からぜひぜひチェックしてみてくださいね。次回も今のパリの様子と画家たちのアトリエを紹介できればと思っております。また一緒にのんびりお散歩していきましょう。アビアントー。